どうもプリンです。今回は先日強化されましたロイヤルウォークを使って新戦術遊んでいきたいと思います。前半はキャラクターやパーティー紹介させていただいて、後半はプレイ中の様子を見ていただけたらと思いますので、よかったら最後まで動画の方をご覧いただければと思います。ということで早速なんですけども、今回のパーティー見ていきたいと思います。まずですね、フレンドにロイヤルウォークを採用していて、相方は究極リムルとなっております。ロイヤルウォークがですね、今回強化されておりますので、ちょっとね、強化された点見ていきたいと思います。まず大きなところとしてはシンクロ覚醒が追加されておりまして、熟成ですね。熟成はかなりね、強い覚醒スキルですので、これはありがたいかなと思います。あとは回復の L 字消しがね、追加されておりますので、まあ軽減がね、できたりとか、あと、まあ、今回は使っていないんですけど、スキブのね、潜在覚醒をつけれるというところで、ここも非常にね、ありがたい強化なのかなと思います。で、次がですね、最も注目されている強化ポイントだと思うんですけども、2段階目の変身時に、30ターンの間、自分のダメージ上限値が70億になるというのが追加されました。これによって、ロイヤルオークがね、まあ、一生火力を出しながら戦っていけるということになるんですけども、ただ残念なところがですね、最新のダンジョン新戦術なんかでは、上限解放ね、書き換えられてしまいますので、ロイヤルウォークのね、火力がまあ出なくなってしまうというところで、ここはね、今回生きないんですけども、新百式なんかではこの辺もね、まあ、すごく生きてくるのかなと思います。さらに進化しますと、強化点としてはですね、まずスキルなんですけども、ロック解除が追加されました。で、ロック解除はね、非常にありがたくて、リムルパーティーだとですね、先に究極リムルを打ってから、リムル&ベルドラを打つとですね、ロック解除が最初にできないので、水ドロップがね、まあ、盤面によってはしっかり用意できないと。ただ逆から打つと回復ドロップがなくなってしまう可能性があるというところで、まあ、一つ課題だったんですけども、ロイヤルオークをね、先に打ってあげることによって、その辺が解消できるかなと思います。あと、リーダースキルがね、また強化されておりまして、まず火力が30倍から40倍に上がりました。で、HP 倍率が 2.4 倍から 2.6 倍に上がりまして、半減も、ダメージ半減がありますので、実質 HP 5.2 倍ということで、まあ、かなりのね、耐久力を手に入れたということとなっております。はい。まあ、これがね、ロイヤルウォークの性能なんですけども、そしたら次にね、パーティー全体の方も見ていきたいと思います。今回は、まずね、フレンドに、ロイヤルウォーク採用していて、リーダーが究極リムルですね。で、サブなんですけども、まあ、ほとんどね、リムルパーティーの、まあ、テンプレ的なところなので、そんなに説明いらないかと思うんですけども、まずは変換と回復エンハンスと操作時間書き換え、あとは HP の上限アップというところで、リムル&ブルドラを2体採用しております。まあ、ここはもうね、間違いない強さがあると思います。で、あとはですね、サブに、究極リムル採用しております。ここはね、変換枠というところと、自身と、フレンドの上限解放をね、毎ターンできるということで、まあ、ロイヤルウォークの上限解放がね、書き換えられてしまっても、さらにね、毎ターン書き換えていけるというところで、ロイヤルウォークのね、火力を活かしていけるというところで、めちゃくちゃ強いキャラとなっております。まあ、水はね、このリムルがいるおかげで、まあ、他のロボよりもね、まあ、このロイヤルウォークが、まあ、かなり強いんじゃないかなと思いますね。最後の一枠がゾフィーですね。ゾフィーがですね、覚醒無効と消せないドロップ解除枠、あとは、回復エンハンスもかけれるというところで、この枠も非常に強いキャラとなっております。パーティーの方はね、こんな感じで、で HP がですね、今回ちょっと熟成があるので分かりにくいんですけども、熟成がない状態だと 238,812。最後ね、10階層まで来ると 351,277 かな。となっております。さらにね、ここに HP 1.5 倍がかかってきますので、まあ、HP もね、かなり高いといったパーティーとなっております。で、回復力が6万2000ぐらいかなありまして、でこれね、回復4個消しだけでは HP 回復しきれないかなと思いますので、しっかりとね、L 字消しとか、4個消しをね、交えながら回復していった、いっていただければと思います。あとは操作時間が、13秒、耐性面はお邪魔耐性だけですね。お邪魔耐性については、まあ、イザナギ対策で入れていて、爆弾ね、弾けますので、まあ、イザナギ基本的にワンパンできるとは思うんですけども、もしね、なんかタイミングとか合わなく、水ドロップがね、あんまりなくてワンパンできないというところでも、まあ、耐久を挟むことによって安定して倒しできるといった仕様となっております。あとね、前の階層でスタノートが出てくるとね、上限解放を書き換えられちゃってて、思ったより火力が出ないということもありますので、そこの対策にもなっていると思います。であとは、スキブが今回25個かな。
となっていて、泥鏡は木はないんですけども水が10個というところで、水の火力はねしっかり出るかなと思います。はい、ということでパーティーの方はねこんな形で、紹介の方は以上になるんですけども、ここからはですねプレイ中の様子を見ていただけたらと思いますので、はい、よかったらねここからも見てください。ではどうぞ使っていきましょう。はい、でもここはもう本当に全力で消す感じで、危ない。はい、これでいけると思いますね。 OK。 ここがね、まあ、キラーも振っててこのギリギリ加減なんで、これキラーなかったら全然きついんですよ。ちょっとね今回絶妙に火力調整してきてるので、まあこんな感じですね。はい、で今回は不動明、木がよく出ますな、まあ、正直木の敵はあんまり嬉しくないけど、エンハンスあるからここはまあ水は L でいきましょう。水じゃねえや、回復は、ちょっとパズルが微妙いな。 OK、どんぐらい削れる？まあまあ削れるか。まあまあ削れますね。暗闇目覚め、吸収、バトルリフマンのね。はいはいはい。じゃあここはもうちょっとコンボ数気をつけながら削るのみですね。ちょっと暗闇が嫌な感じではあるが、コンボ数足りてるか？待って、足りてるね。 OK。 はい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 、次で半分。暗闇がちょっとめんどくせえけど、ロイヤルオーケー適宜使っていいんだけど、まあ、回復ドロップとかがない時とかに使っていきたいなと思ってる。ただまあ回復が、使っちゃおうかな一回で、ゴゴ消しして、はい、まあ、ちょっと4プラス L を組むためにロイヤルオーク使っちゃいました。まあ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 、これで半分いきますね。こっから1回で削れるかな、すごく微妙じゃない。ただ変に削ってもっていうところはあるんだけど、まあここは1回ちょっと L とか正方形組まずにいきますか。はい、まあ、軽い削りをちょっと狙って、コンボ吸収引っかかっていく。最悪すぎる、最悪すぎるわ今のは。やばい、さすがに受けるな今のは。あ、もうちょっと焦って、もうスキル使う順番変だから回復ドロップなくなったわ。まあ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 、とりあえず一回削って次で倒しに行きましょう。正方形とか、L は入れてないけど、結構水ドロップ消したんで削れると思う。危ねえ、落ち込むのって危なかったな。だからこの辺のちょっとダメージ感覚はね要注意ですね。こことかも発狂あるので、変に来すぎるとやばいみたいなところはありますね。そこはちょっともう慣れるしかないみたいなところもありますが、言うて僕もねちょっと感覚でいっちゃってはいるんですけど、はい、まあこんなんで突破できたでしょう。いやでもいいね、ロイヤルオークさ好きなんですよね。あのマシンシリーズの中でも特にロイヤルオークが好きで、なんかね高級感あるんですよ。当時もさ、ロイヤルオークのパーティーってなんかサブとかも高級感あって結構好きだったんですけど、うん、すごくいいです。で今回折り紙ですね。折り紙はワンパンしていくと。でちょっと言い忘れちゃったんですけど、前の回想でリブランドベルドラの2段階目をね合わせられるようにした方がいいですね。
で、ここはワンパンしに行くんですけど、どう組めばいいかな、なんかちょっと組みにくいな、微妙に。とりあえず全力で殴りますね。まあこんなんでいいかな。ここはね、まあそれなりに殴ればワンパンできると思いますね。まあ水のチョコもめっちゃ来ちゃったからさすがに余裕すぎる。で、心配だったら究極リムル使ってもいいんですけど、なくても倒せると思います。まあ水933とかでいければ倒せるのかなと思いますね。はい、まあ、ドロップ数が怪しければ究極リムル使っていくって感じですかね。で、ただ温存しとけばここのシールドね、スキルで割れるので、まあ、できるならそっちの方がいいかなって感じです。で、ここ本体は微妙にまたね、柔らかいので、また発狂とかに気をつけていきたいですね。まあ変にもうここはこんなんでいい気がする。逆にもう正方形とか L とか入れないパターン、そうすると半分ぐらいで、まあ属性変わっちゃうんだけど、ここから全力で殴れば大丈夫だと思う。さっきエンハンスも入ってなかったからね。で、ロイヤルオークも使って全力で殴っていきます。ちょっと待って、まあ、これでいいか。水も1個も組めそうだな。はい、まあこんなんでいいでしょう。かなりしっかり火力が出ると思いますね。落ち込む乗っていけると思うんだけど、いけないっす。ということでボスまで来ましたね。で、ボスの1段階目は特に言うことないですね。半分時の攻撃もマジでギリギリ受けれると思うので、普通に倒していくだけ。まあ L 消しといた方が安心感はあるかも。あとゾフィー好きに使えるので、回復エンハンスがねないタイミングとかで使っていけると、また一ついいのかなって感じがしますね。どうしようかな。正方形組むか、組めるか。まあ OK、 半分いくと思うんだけど、まあ行かなかったら行かなかったらいいけど、多分行くね。落ち込むのって逆に 48% ぐらいの方が良かったりもするかもしれん。まあ、全然いけます。これ半分いくと5コンボ減少されるので、逆に行かなくても良かったみたいなところはありますね。で、ここコンボ吸収があるから、まあ、気をつけていきたいんだけど、どうしようかな。コンボ吸収とかコンボ減少か、まあ引っかかったら引っかかったでいいか。エンハンスがあるので、まあ回復は L だけでいいかな。待ってよ。水をどこにつなげてあげるかをすごく迷ってるんだけど、はい、これ足りるコンボス。ちょっと水くっつきすぎか。落ち込む1個来ない。まあ別に次で倒せばいいだけだからね。帯はね今回弾かないので、まあ受け入れます。はい、まあ、ルーレットもあるし、まあ、普通に削れるでしょう。よし、まあこんなんでいいかな。 OK、 で、まあ普通に突破ですね。今回のパーティーは、まあ固定1000万があるので、そのまま消せば OK と。てかまあリラフで出て1000万ありますからね、余裕ですね。はい、ということでボスまで来ました。で、ここで気をつけたいのが、半分行くときにベルドラに何回目があった方が操作時間書き換えられていいんですけど、まあ、なくてもね、ゾフィーがあれば回復エンハンス書き換えられるので、まあ操作時間半分にはなってますが、まあいいのかなと、いけるかなと思いますね。まあとりあえず削っていきましょう。ここからは。ロイヤルウォークは適宜使うんだけど、
うん、まあ、できればベルドラの1段階目の時に使った方が、まあ、エンハンスかけれてより削れやすくなっていいかなって感じはしますね。正方形は組まなくてもいいかな、まあ、組めたら組むぐらい。はい、さあどんぐらい削れるかな。まあ、正方形入れた方がもちろん削れるとは思うんだけど、まあ、それなりに削れますね。でルーレット消えた。はいはいはい、うわちょっと水少ないな。ロイヤルオーク使うか一旦。ロイヤルオーク使って、じゃよろしく。ちょっと正方形入れて殴ってみますかね。水のエルも入れたい。回復もエルに入れたいな。待って。あ、もう回復エルになってないや。T になっちゃった。はい。ただまあ落ち込むものって、まあ、いい火力出てますね。お邪魔目覚め。ここは正方形組めたらありがたいが、まあいけそうだね。ちょっと待って、回復も L にして水も L にして、ちょっともう欲張っちゃおう。 OK。 はい、半分はまだいかないかな。だから行ったらまずかったか。まずい、まずくもないけど、だから多分ちょうどスキルタイミング合いそうですね。 OK。 ここはエンハンスがないけど、回復、あで回復の L がね必要なので、まあ、ロイヤルオーク使っときますか。そう、アシスト向こうからの攻撃を受ける関係で L 字消し必要ですね。回復の半分の時言い忘れてましたが、はい、これで多分必要だよね。ちょっとダメージ見ておきますか。 L 字消しすると、はい、でアシスト向こうされて、175,950からの35万。 L なくてもギリ受けれる可能性はあるな。まあ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 、でベルドラ使って、で回復エンハンス書き換えと操作時間書き換えで、もし1段階目だった時はゾフィー使ってエンハンス書き換えて操作時間半分で頑張るというところですね。でもここはもう水の L をしっかり組むという作業を忘れずにしていきましょう。あ、もう全然いいじゃん、全然殴れる。はい、回復も 4,3 で消してますので、まあ余裕でしょうと。いいですね。はい、あとはここからは殴っていくだけです。であとは発狂前にダメージ吸収来るので、まあそこでリムルテンペスと合わせれれば OK って感じですかね。はい、ということで今回はロイヤルオークを使ったリムルパーティーとか、まあ、ロイヤルオークを使いたくて今回ねこの動画撮ってみたんですけども、まあかなり強くなりましたね、ロイヤルオークの方は。まあ正直さ、その進化時のさ、そのなんだっけ、20ターンだか30ターンの上限解放してくれるっていうのがね、まあかなりいいところだったとは思うんですけども、まあやっぱりねこの最新ダンジョン上限解放書き換えがあるので、そこを生かすのはねここだと難しいというのがあるんですけども、まあ、ただねこのリムルが強すぎてロイヤルウォークね上限解放毎ターン逆にさせてあげれてるというところで、めちゃくちゃ良かったんじゃないかなと思います。じゃあここはもうスーパーは確実にいけるので、もうスキル解放して一気にいっちゃいましょう。ワンチャンこのまま倒せるかもしれない。はい、てかまあリムルのパワーもすげえからな、結局リムルのパワーがすごすぎる。あ、ちょっと L 入れらんないな。ちょっと待って、水の L 入れたいんだけど。どうやって入れればいいんだ。あ、下手すぎる。待って、下手すぎて水の L 入れらんないけど。まあ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 。ちょっとコンボ数すら足りていないというね。やばすぎる。もう、下手すぎた。逆にここもしっかり倒すしかなくなりましたね。今のはひどかったね、さすがに。びっくりしましたが。
まあまあまあ、多分倒しきれると思うんで大丈夫だと思います。なんかもう水の L を組むことにちょっと気を取られた結果、コンボ数すら足んなくなるというね。はい、まあちょっともう今回復 L も水の L も組んでないけど多分大丈夫だと思います。ダメだダメでしたね。これ倒しきれるかな逆に。上限解放しちゃうとあかんのでせずに、はい、ちょっと待ってこれ倒しきれるか、しくじったなマジで。はい、これで倒してくれないと負けてしまうんだが、どうでしょう。無理。はい、ということで、まあ、今回はちょっとやらかしましたが、まあ勝てるということは分かっていただけたと思うんでいいかな。はい、ということでよかった。まあ、たまにはこんな動画もありますよと。もうちょっと本当にスキルやばすぎるし、もうちょっとミスっちゃったけど、もう掘り直すのも大変だからこれビートしましょう。ということでよかったらですね、まあ、チャンネル登録高評価、まあ、こんな動画であれなんですけども、よかったらよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあ最後倒して、まあ、スキルは計画に使いましょうということで、バイバイ。